毎度エブリバーデー、モリケンです。はい、今回は第8期叡王戦5番勝負第3局の気になる一手、9五歩以外なら菅井竜八さんが勝っていたのではないかということについてね、その9五歩について深掘り検討していきたいと思います。はい、その気になる9五歩ですが、手数は118手目でした。はい、この局面ですね。はい、118手目、この9五歩がね、気になる一手でしたね。はい、これ以外だったら菅井先生勝ってたのではないかということでね、調べていきたいんですけど、ここまでの指し手、初手から終局図までご覧になりたい方は以前アップしました動画、そちらの方をご覧ください。そちらの方を見ていただくとね、初手から終局図まで見れますのでね、ぜひその動画も最後まで見ていただけるとモリケン嬉しいです。はい、では早速いきましょう。はい、9五歩ですね。この局面、菅井先生が9五歩と指したんですけど、ちょっと一手戻ってみましょうか。はい、はい、戻った時はね、後手優勢でした。後手優勢マイナス約800ですけどね、蒼太先生この2二角を打ってね、すごいこのもう一手でした。これをね、スナイパー蒼太と思わせるようなね、こう角が効いてます。これ後ほど、この角が効いてね、菅井先生攻めれなくなっちゃったんですよね。だからこの角はね、素晴らしい一手でした。はい、次です。でもね、この地点では、後手が優勢だったんですよね。まあ、後手もう勝ってたかも分かりません。はい、本譜の方は、はい、9五歩だったんですけどね、これの9五歩じゃなかったらどうだったんだろうということでね、ちょっと深掘り検討していきます。はい、9五歩以外、その手はね、何かというと、はい、6九金打つでしたね。6九金と打ってたらどうだったんかなというところでしたね。菅井先生、まあ、見ていただく通り、評価値で見ていただく通り、後手優勢のままです。端歩をついたためにね、ちょっと端歩ついた時の評価値見てみましょうか。この2二角の時、9五歩と指した瞬間、この時後手優勢マイナス約900ですけど、9五歩と指した瞬間、互角になっちゃいましたね。この9五歩でなかったら、どうだったかなというところですけど、この9五歩が本当にちょっとキーポイントでした。おいおいお話ししていきますけど、はい、9五歩以外は、はい、6九金ですけど、はい、この6九金で後手優勢のままです。はい、こっから、先手蒼太先生が指すとするなら、6二等ですか。6二等ときたら、はい、ここは、このと金がね、怖いですけどね、また歩になってきて、と金がいっぱいできそうで怖いですけど、これは、はい、6九金打ったんですからね、この香車取りに行きます。この要の香車取るんですね。取りました。そして、はい、同金と来たときに、はい、こうです。取った香車を生かします。はい、それが、6四香打つですね。この6四香打つは強烈です。はい、強烈ですね。そして、まあ、この7、まあ、7八金と逃げないとダメなんですけどね。これもしですけど、まあ、これね、逃げずに、ね、やっぱ、と金、7一歩になりました。と金にまあるから、強いだろうとね、思われがちですけど、これはもう、はい、こうなったら、6八香成ですね。もう、と金、ほっといて攻めますね。こうなったら厳しいです。まあ、例えば、ここで、まあ、例えばね、1六歩とするとこれも終わりますね。だから、これも守るしかありません。やりました。守らずに、例えば1六でこれ例えばですよ、1六と指したら、はい、8九竜と切るんですね、飛車。この瞬間も終わりますね。はい、同玉、7八銀打つ、9九玉に8九金とね、これは終わっちゃいますね。なので、はい、戻りますか。はい、例えばですけどね、この1六、こうなってきたら、まあ、どうするかと、するともうここはもう9七香しかないですね。さあ、そしたら9七香。
そうなるとその瞬間62、これは、62といかずに、はい、78金ですね。これが素晴らしいですね。攻める、まあ こうなったらもう7九桂と受けるんですけど、はい、これはもう、はい、同香成り、はい、ここで攻めます。8一とと行くんやけど、まあ同飛車と取りますか。そして、まあ先手はね7八銀とね、もうこれも詰み出てるんですけどね、もう詰み出ても必死です。必死が出てもう必死ですね、これも。はい、7九こう打ったとしても、ここではい7五桂ですか、これは必死ですね。これはもう防ぎませんね。まあ8九金と受けても同香成香同玉8じゃない銀打つという、これも必死です。どんどん、縛っていったらもうこれはもうね、もう勝てないですね。はい、まあ進めていくとこんな感じですか。こうやったらもうこれはもうこれで簡単なことですね。9八金打つ同金7九竜同玉7八金とね、こういう展開にもなっていたということなんでね、ちょっと戻りますか。はい、はい、戻りますね。なのでね、はい、この9五歩以外にこのね6九金、6九金を打ってたらね、まだまだ攻めれたんじゃないのかなってね、菅井先生ね、6九ねなったんですけどね、まあですからね、まとめます。この9五歩ではなく、はい、6九金が良かったんじゃないかということですね。しかしかし、まだお話続きがあります。この9五歩、はい、9五歩でね、ここでまだでもね、まだ逆転のチャンスありました。何かというと、はい、そうだ先生、ここでね、そうだ先生、7一歩成と指したんですね。これでもね、そう、菅井先生、また逆転して勝てる可能性ありました。しかし、しかしですよ、あのね、やっぱりこの9号歩が、傷になりましたね。傷というか、もう精神的に9号歩を指してしまったために、ここで、はい、9六歩と指しちゃったんですね。これでまた、5枠戻っちゃいました。やっぱりね、この精神的にも人間的に考えると、9号歩指したいからどんどん進まなあかんと、ね、やっぱり思ってしまいます。しかしこれ、ね、7一の時に一番良かったのは、はい、ここで、はい、同飛でした。同飛やったらこれ分からなかったんですね。でもうここ、まあ、菅井先生がもう勝ち、これかなり近づきましたね。またここからまあ6に届きても同金ですか、同香成りきますけど、はい、ここです。ここですごい手が出ます。はい。8九竜と、竜を切ります。切ってから同玉とね、そして7七桂と打っていきます。はい。これ取るしかないですね。もう逃げたら、金持ってるんでね。金持って、まあ、こっちも逃げたら、もうこれは終わっちゃいますね。終わっちゃうんで、まあこれはありえないですけど、まあ打ったら同銀、同銀、歩成り、そしてね、これ飛車を取りに行くんやけど、はい、これはもう無視して鳴らしと同玉となりますね。はい、これ見ていただくとね、もう、ここでそうここでまあ成香を剥がしておきました。剥がしておきます。こう見るともう、はい、もうね、先手玉は裸の王様になってしまいました。そして後手はね、まだ穴に入ったままなんで、これなかなか先手攻めれないですね。先手持ち駒は豊富ですけど、後手は、まあ、後手もそこそこいい駒を持ってますね。金駒4枚、香車持ってるし、そして馬もいるんでね、これはね、もう、プロだったらもう、一目見て、ね、後手が有利だと分かるところみたいですよ。まあ、アマチュアだったらね、飛車持ってるし、飛車2枚持ってるし、金もあるからね、銀、勝てるんじゃないかと思われがちですけど、もうこれはもう、一目後手、がもう優勢と、プロから見ても、即分かるみたいですね。なので、もうこれはまあ、行っていって進んでいくと、まあ、
後手が有利になってたんで、さすがにこの局面やったら菅井先生も落とさずに見落とさずに勝利を手繰り寄せてたのかなと思いますね。はい、問題の9号譜でした。またね、蒼太先生と菅井先生の対局、注目されてるんで、また気になるポイントがあったら森健取り上げていきたいと思います。はい、今回はここまでです。以上、森健でした。 Thank you everybody! See you!